はい、どうも、わっきーです。さあ、今日で沖縄滞在6日目になりまして、今の国際通りの方やってきてるんですけど、なんでもここに今年の3月にオープンしたばかりの世界一沖縄を感じれる贅沢かき氷があるそうです。こちらのお店を紹介してくれた方、どうもどうも。どうもよろしくお願いします。高橋君です。お願いします。僕の仕事先の、部下です。お世話になります。部下です。今回部下が多い。こっちにもね、支社があって、今沖縄でね、はい、ちょっと勤めてるんですけど、やっぱりワッキーさんの、動画見てるんですけど、おー、ありがとうございます。結構お肉ばっかりじゃないですか。結構脂っこいんで、もうせっかく沖縄来たんだから、もうかき氷食べました。あ、今日なんかチョイスしてくれて。もう僕選んだわけです。なんかかなりのこだわりがあるらしいじゃないですか。もうすごいですよ。世界一沖縄を感じる未体験の贅沢デザート、レモネードとかもあるんだ。11時から21時までやっていますと。あれ、ちなみに高橋君今何歳だっけ？僕今今年で23です。 23？ もう23です。23ですよ皆さん、はい、じゃあ入りましょう。ちゃんと、今こんなご時世ですから消毒をして。あ、いいっすね。カウンターみたいな席もあり、でテーブル席、あ、これもちゃんとパーテーションが、ね、されてますね。ちょっと見えるかな。しっかりとコロナ対策してます。店名がしっかり書いてある。ということで店内に入ってきまして、今日で沖縄滞在ね6日目なんだけど、はい、この外観でこの雰囲気は今回初です。ずっと肉だったんで。初日からステーキ全部肉でした。やっとかき氷ですね。やっとかき氷ですね。なんかね、ジャンルがねあるんですよ。リゾート系の新感覚かき氷、聞いたことない、ね、名前ですよね。ジャンルの名前なんですけど、はい、でメニューこんな感じになってまして、やはりですね、このフルーツがねメインということで、ね、この4層の、層になってると。久米島の海洋深層水を使った氷を削ってという、めっちゃこだわってますよね。やっぱりこれは新感覚には必要なものですか。そうですね、海水なんですけども、はい、しょっぱいわけじゃないので、600何メートルのところとすごい深いところなんですけど、味的にはミネラルウォーター的な感じです。ただ削った時に、はい、普通のかき氷用の氷だと、はい、ふわふわになってくるんですけど、ちょっと海洋深層水だとサラサラな感じになってくるんですけど、氷を出して少し寝かしてから削り出すと。すごくないですか。すごい。じゃあお肉で言ったらだよ、焼き終わった後ちょっとさらに移して余熱でちょっと、まあ、そっからカッティングして食べるみたいな。うわー、ちょっともうめっちゃ期待値上がってきて今。玉城牧場牛乳から作られたミルクシロップとか、沖縄産のサトウキビを使った三品茶クラッシュゼリー。ちなみにかき氷は大体どれぐらいでできるものなんですかね。大体5分から10分ぐらい。5分から10分ぐらい。こちらに紫色のメニューがカスタムできるやつになってて、こんだけねいろいろ合わすことができるそうなんですけど、これ氷も分かれてるんだね。でもさっきの話聞いたらね、これこっち行きたいですね。そうですね、こっちもね美味しいんでしょうけど、次ピューレを選ぶと。でクリーム選んで、あ、これは面白いね。いろんなのができるんだよね。替え氷っていうのが、替え玉ならぬラーメン、ね、替え氷、ステーキ屋でいうと替え肉っていうのもあるけど。ドリンクメニューがこの緑の方で、でこっちのピンクの方がね、これも面白くてね、シチリア島発祥のイタリア風かき氷っていう。こちらのお店はね、ただのかき氷屋じゃないですね。あ、ちなみに全く話変わるんですけど、高橋君沖縄今住んでるんですけど、地元はどこだっけ。実は北海道なんですよ。北海道真逆のところに。そうなんですね、生まれたっていう、はい、で今沖縄で頑張ってる。はい、沖縄ずっと好きなんで。で注文はね、これオーダー表にこうペンでチェックしていく形になってるんですけど、いろいろカスタムしたいんで、このセットはやめてカスタマイズかき氷で、久米島の海洋深層水を使ったかき氷、こちらにしたいと思います。でピューレがマンゴーとかね、パイン、これ結構定番っちゃ定番なんですけど、あんま食べてないのにしようかな。
これグアバ。いいとこ行きますね。グアバいい。まあグアバってさ、なんか栄養価高いからね。はい。ゆずシークワーサーとかもいいんだけど、でもシークワーサーとかもうホテルでこれも飲んでるわけよ。ライチ、あ、そうライチにして、でこれ W ピューレを選択しなきゃいけないね。そうしないとこれ2つ選べないんで、クリームに関してはね、このペンにねおすすめ書いてあるから、うん、クリーム絶対必要と。この EM ヨーグルトクリームします。でフルーツコンポート、まあ、せっかく来たんでね、やっぱりダブルにしてマンゴーパイにしようかな。これはちょっとまあ定番のにします。フレッシュフルーツはこれも2つつけます。なんかおすすめのねフルーツがあるそうです。でトッピングはレインボーシラタピして、でシロップはで、かき氷を待ってる間にね、せっかくなんでちょっとここでしか飲めないねドリンクも行こうかなということで、ちょっと自分はねなんか動画映えしそうな色してるんで、このレモネードリッチのバタフライピーレモネード、これよくね結構あのアジアとかでね、あの飲めるやつなんですけど、これは沖縄でもね楽しめると。高橋君は ないの？やっぱり沖縄なので、うん、沖縄でのルートビアですね。ココナッツルートビアにします。これあれだよね、あの癖の強いやつだよね。癖強いですよ。あのドクターペッパーみたいなやつ、ね、はい、来ました。見てください、ストローもほら、これハートじゃないですか、もしかして。あ、ちょっとハートっぽくなってる。で男2人なんですけど、ね、これ色が変わるから見どころですね。これをね、これを、ね、注ぐと色が変わってくるんで、わかります？すごい、このグラスのね、これもなんかおしゃれっすよね。うん、あー、ね、いつも飲んでるやつより美味しいです。いつも飲んでるの？A&W 行ったら飲みます。あー、A&W ね、はい、観光客とかもね、はい、喜ぶだろうね。うわっ、うーわ、これかなり贅沢、まさにだよね、まさに。だって書いてあったもんね、贅沢ってね、はい、溶けるのが早いみたいなんで、ちょっとね、早くちょっと、うん、もうさっといけるね。おー、いただきます。おっ、これ初めて、この溶け方面白いね。これ口当たりは少しシャリッとしてるのに、そのシャリッとした感覚は一瞬でなくなっちゃうの。そのままもう口の中の温度でヒューンって溶けちゃう。白タピが口にちょっと入っちゃったんだけど、これもうまかった。もうすごいもちもちで美味しかったです。でこれあの今断面なんですけど、これ分かりますかね、あの4層になってるんですよ。だからね、本当にいろんな味がねこう楽しめるし、このヨーグルト美味しい、酸味がね全然きつくないし、すごくねマッチしてて美味しいです。うん、マンゴー美味しい。これあの1回じゃダメだね、これ。これ何回も通えるやつですね、これね。本当に味わったことのない溶け具合です、沖縄の海塩。これ塩振ったらもっと美味しくなった。うん、いやこれほんとね、あのマンゴーの甘みがより引き立つね。へー、うん、あとこれね普通の塩じゃないの。うーん、おー、これがセットのプレミアムです。これもいいね。ここにちゃんと説明書きが書いてありますね。全然違うね。まあ俺結構カスタムしちゃってるから、はい、いただきます。ここまでこだわったかき氷をこのね、沖縄の国際通りのちょっと路地に入ったところでね、お店やってるっていうね。いやー美味しい。これ真ん中のところにね、三品茶のゼリーが入ってるんですけど、これがまた美味しいんですよね。渋みとかそういうの全くないね、うん、さっぱりしてる。うん、なんか脂っこいもの食べた後に締めにこれ出てきたら結構口の中の脂をリセットしてくれる、そんなゼリー。どんなゼリーだよっていう。このドラゴンフルーツ、あ、これ色がすごい、こんな感じです。あんまりこの色合いのはね、この皮食べたことないんですけど、この皮もね、ほんと力いらないぐらいです。ほんとさーっとほらもうめくれちゃうんですよ。すごい。うん、
温かい三品茶はサービスでいただけるんですか。でまたこっちに戻るとパッションフルーツ、こちらがね、カット前のパッションで、こういう風にシワシワになってくると熟してる証拠になるそうですね。ちょっとなんか言うとお店の方がね、いろんなフルーツを持ってきてくれる。白うん、かき氷の中にね。あ、また味変わった。もう今このかき氷がね、もう残りがね、今こんな感じになってきたんですね。まあちょっとだいぶ溶けちゃったんですけど、いろんなフルーツの味がこの中に凝縮されてます。沖縄の国際通り路地にこういう店があるんだね、うん、で3月にオープンしたわけでしょ。まだ知らない人が全然多いよね、ここは。そうですね。ストローをお店の方が持ってきていただきました。うん、飲みやすい。これはあのビーツ、ビーツ赤株です。お、うん、さつまいもっぽい味するね。あ、美味しい。これがね、全然ね、甘ったるくないですね。今ね、蓋を取りましたね、こんな感じです。美味しいですよ。うん、外のベンチいいね。そうですよね、この、はい、おしゃれですよね。イタリアのかき氷、うん、これはね、さっきのかき氷よりは溶けるスピードが遅いから、こういうので、ちょっとベンチに座って、ね、いいですね、これちょっと写真撮ったりとか。この下のね、レモンのゼリーがね、これさっぱりして美味しいですよ、これ夏にぴったし。女性の方がいいになるかな。映え映え、皆さんね、40の僕でちょっとなかなか僕が被写体になるのはね、ちょっと皆さんにとっては申し訳ないなっていうふうに思いますけれども。